はいどうもこんにちは、プルートネットワークのプルート向井です。よろしくお願いします。さて今回はですね、お家で映画もいいんじゃないという企画ですね。はい、こちらの企画はですね、レンタルビデオ店で借りられる映画を皆様にご紹介しようという企画でございます。早速ですね、本日紹介する、作品をご紹介したいと思います。はい、ということでですね、本作はリクエストをいただいた作品でございます。リクエストをいただいた方はチャンネルケンさんでございます。はい、チャンネルケンさんありがとうございます。早速レビューさせていただきたいと思います。今回皆様にご紹介する、作品はですね、僕は普段洋画を中心に、レビューをしていますが、今回チャンネルを開設して、初の邦画作品でございます。はい、そちらの作品はですね、孤狼の血でございます。はい、こちらの作品、早速レビューしていきたいと思います。まあですね、こちらの作品はですね、僕も陰ながら、見たいなと思ってた作品でございますね。それはなぜかというとですね、僕の好きな監督さんが、監督を務めている、作品でございます。そちらの監督は白石和也監督でございます。はい、こちらの監督はですね、僕が、好きな作品ですと凶悪、日本で一番悪い奴ら、そしてですね、これ難しいんですよ、彼女がその名を知らない鳥たち、はい、こちらの作品などを、監督している作品、こちらなどをですね、監督している、監督さんなんでございますが、まあですね、こちらの白石監督の作品はですね、もういかんせん作品がおもろいんでございますよ。おもろい。まあですね、この監督はですね、どういう作品かというと、まあ僕が感じるのはですね、こう人間のですね、そのエグさというか内面のですね、描き方がとてもうまいんでございますよ。その人間のですね、内に秘めている悪、はたまたですね、その内に秘めている善の心、普段はですね、人間表に出さないのを見せる絵をですね、撮るのがめちゃんこうまい監督でございます。はい、まあですね、そして今回のですね、孤狼の血という作品もですね、いや期待を裏切らない最高の監督さんでございます。はい、そしてですね、映画というものは監督もいれば役者もいるということで、その役者の方々もですね、とても素晴らしい演技を見せてるんでございますよ。はい、まあそこはですね、まあ後々お話ししていきます。まあですね、簡単にストーリー紹介の方をお話ししたいと思います。詳しいですね、ストーリー紹介は下の概要欄の方に、貼っておきますので、そちらの方をご覧になっていただきたいなと思います。まあストーリーはですね、ざっくり言えばヤクザ映画でございます。はい、そのヤクザ映画にワンスパイス加えているのが、その汚職刑事っていうワードが正しいですかね。そのヤクザに精通している刑事がいるんですが、その役を演じているのが役所広司さんなんですが、まあその刑事、そして2組のヤクザをですね、中心に物語が進んでいる作品でございます。はい、まあ本作はですね、感想を話す前に、まあこれも感想なんですけどね、話す前にまあ話さなきゃいけないものがありますよ。それは何かというと、役者ですよ。はい、もう日本の映画業界もですね、素晴らしいなと思う作品でございます。まあですね、これを主演を務めるのはですね、役所広司さんでございます。はい、ヤクザと精通している、汚職デカ刑事っていうものを演じているんですが、まあですね、この役所広司さんというものはもう本当に日本が誇る宝と言っても過言ではないほど演技が素晴らしいんですよ。はい、そして僕はですね、常日頃思っていることはですね、まあこの役所広司さんと共演する役者さんはかわいそうだなと。それはなぜかというと、もう完全に共演者泣かせですよね。この役所広司さんっていうものはですね、ものはじゃないです、方はですね、まあもうほぼ主人公でですね、メインキャラクターとして進めている映画が多いんですけど、まあその中でもですね、ちょっと脇を固めながら、演技をするところもあるんでございますよ。なんですがね、脇を固めていても、この役所広司さんっていうものがですね、
キャラクターを演じるとですね、共演者を食っちまうんですよ。まあとにかくですね、共演者泣かせの役者さんだなっていう思うのがですね、僕の役所広司さんの感想でございます。なんですが、本作はですね、役所広司さんじゃない役所広司さんをですね食ってしまう演技をしている役者さんがいらっしゃいます。それは誰かというとですね、松坂桃李さんでございます。はい、素晴らしい。あの演技ほんと素晴らしい。本当に僕はですね、久々ですよ、あ、久々じゃない、初めてです、役所広司さんが食われちゃうよ、これ怖えよみたいな感じになった映画は初でございます。はい、もう本当にこの作品はですね、まあ白石監督なんで、その大どんでん返しっていうものがある作品なんですよ。そこからですね、その大どんでん返しの前と後のですね、ビフォーアフターの役所広司さんの演技、はたまた松坂桃李さんの演技はですね、もう、はぁ、映画見ててよかった、今回の映画見ててよかったなーって思わせる作品でございます。はい、俳優のお話を終わったところで、早速感想の方に入らせていただきたいなと思います。本作ストーリーはですね、とても難しいというかですね、ややこしい作品です。あのストーリーが悪いっていうわけじゃないんです。はい、ストーリーはめちゃめちゃいいんです。まあこれはですね、ちょっと僕のそのおつむが悪いところがあるかもしれませんが、そのですね、本作先ほどストーリーのお話でも話したようにですね、その2つの組がメインで話を進めていく作品なんですね。もう ほぼメインというのであれば、そこにプラスアルファその刑事、汚職の刑事が入ってくるっていうものなんですけど、まあですね、みんな同じに見えるんですよみんな同じに見える。そこはなぜかというとですね、確かこの作品昭和80年代か90年代を確か、まあですね、これいい意味で言うんであれば、美術とかがしっかりしてるんですよ。その時代をですね、忠実に再現しているんですけど、いかんせんみんな同じ服装なんですよ。そしてそこにですね、プラスアルファですね、乗っかってくるものはですね、まあこれ舞台が広島なんですけど、みんな広島弁なんですよ。これみんな広島弁なんで、いや難しい、わからないんですよ。で、今回僕は2回見て、ちゃんとそのストーリーっていうか、まあストーリーの大まかはわかるんですけど、もう詳しく掘り下げるっていう面では、2回見てやっと理解できたかなって感じです。この人はどっちの組なの？この人はどっち？みたいな感じになってしまうんですよ。まあ本作ですね、そのネタバレなしで僕は話を進めていく理由っていうのはですね、先ほどお話ししたように、その大どんでん返しというものがあるんですよ。これ話せないんです。まあですね、本作その映画のテンポはどうなんだいっていう話になると、映画のテンポは早くトントンとはいかないですけど、悪くはないです。はい、それはなぜかというとですね、まあこの白石監督武士というものなんですがね、どちらかというとですね、この人間のやらしさというものをですね、カメラワークで舐め回しみたいな感じの、カメラワークなので、そのカメラワークっていうものはですね、こうポン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 と切れてテンポよく行くところもあって、そして舐め回すようなですね、人間のやらしさをこうぐわーっと舐め回すようなところもあるので、強弱というものがですね、こう映画の抑揚につながっていてですね、とても見やすいと思います。うわ、人間ってやらしいよね、そうだよねって。そして次にお話しするのはですね、本作まあヤクザ映画というのであれば、もうグロい演出というものはもう必須でございます。そして僕は思いました、本作ですね R15 なんですが、本作は R18 にしても間違いないなぁと思うぐらいグログロでございます。はい、ですね、そのなんて言うんですか、その生々しいグロさなんですよね。はい、生々しいグロさでですね、さすが監督素晴らしいなと思ったところはですね、日本映画というとですね、その刑事映画とかそういう作品になってくるとですね、遺体がですね、こうビニールみたいなのでこう顔が覆いかぶさってるシーンとかあるじゃないですか。そこでですね、その刑事っていうものがこう白い手袋みたいなはめてですね、こうビニールをガッと開くシーンまでは、そのビニールにカメラをこう当ててるんですよ。
なんですが、その開いた瞬間に、そのめくった本人の顔が、クローズアップされてですね、うぅ、みたいな感じで戻して終わりみたいなのが多々あるんですよ。さすがでございますよ。そのペラってめくったところ、ちゃんと見せるんです。ちゃんとその遺体を見せる。これはですね、この演出によって映画のリアリティ、そのですね、映画の緊張感っていうものに繋がってくるんですよ。まあそういうところをですね、よくわかってらっしゃる監督と思います。お前何様だよって話ですけど。まあですね、そこはですね、僕は本当に素晴らしいなと思いました。まあはい、ということでですね、本作まとめに入らせていただきます。本作ですね、僕このレビューをしててですね、とても歯がゆいのはですね、ネタバレをしないレビューで行こうと思ったんです。はい、それはなぜかというと、先ほど冒頭にもお話しした通り、今作は大どんでん返しがある作品なんですね。まあネタバレしない理由はですね、見てほしいからでございます。はい、見てほしいんです、皆様に。この白石和也監督という方がですね、その汚職デカ、はたまたヤクザのですね、イグサというものを表現しているこの孤狼の地という作品を、ぜひ自分の目で生々しさを見ていただきたい。そして役所広司さん、松坂桃李さんのですね、演技を見ていただきたいということでですね、ネタバレなしでの、本作感想になります。まあ役者映画っていうのを嫌いな方いらっしゃると思います。はい、そのですね、うんじゅうらわれっていうのが、まあいっぱい出てくるんですよ。出てくるんです。でもですね、癖は強いかもしれないんですが、ぜひ見ていただきたいです。はい、ということでですね、以上プルート向井でございました。もしよろしければですね、チャンネル登録、高評価などなど、あとはですね、下のコメント欄じゃんじゃん使ってください。孤狼の地を、見た方、はたまたですね、邦画の好きな作品など教えていただければなと思います。あとは皆様リクエストお待ちしておりますので、どしどし、リクエストいただければなと思っております。はい、ということで以上プルート向井でございました。皆様の映画ゲームライフがですね、素晴らしいものでありますようにということで、動画締めらせていただきたいなと思います。はい、じゃあね。